ッカードっていうバイオリストがその人を中心にした演奏家でやったこの中でカッカードじゃないですけどチェロとコントラバスの二重奏っていう曲があってこれが、とても、曲としても楽しい曲なんですけど当時よく視聴テストなんかに使いました。フィリップスのレーベルが70年代の中頃から後半にかけてすごく録音が良くなってきたんですね。で、当時そのまだ当然、CD 出てない時代ですからそのステレオサウンドなんかで視聴テストすると必ずフィリップスのレコードはその 2,3 倍は入っているというそんな状況ですね。このですから今日これからお聞かせする曲も視聴テストでよく使ってたものの一つです。どんな音になるかちょっと私自身楽しみでもあるんですけれど、で、この後ちょっとクラシックを何曲かおかけしようと思いますがみんな長いので10分とか20分の曲なのでさすがにそれを全部お聴きいただくとちょっとだれるでしょうし時間ももったいないので適当なところで絞らせていただきますのでご了承いただければと思います。ではロッシーニの弦楽二重奏です。